せーの、マイテスマイテス、かみつきのるいとみさきです。よろしくお願いします。はい、皆様メリークリスマス。メリークリスマス。今回はですね、毎年恒例のクリスマス特別企画と題しまして、クリスマスケーキを作っていきたいと思います。わまあ、作っていくと言ってもですね、なんと今回は時間の都合上デコレーションケーキのみとなっております。こちらにもすでにスポンジケーキ、チョコレートっていうのを用意させていただきました。はい、ケーキといってもいろんな種類がありますけども、うん、なんと今回はあのかみつきが作り出した伝説のケーキを作っていきたいと思います。はい、あの消し積みケーキというやつですドドン。はい、ぜひそちら見てない方ぜひご覧ください。はい、ではでは早速始めていきましょう。 GO! 開けよう。ルイタバカ野郎。はい、ではまずは材料をご紹介していきたいと思います。はい、まずはスポンジケーキ、どんどん、じゃじゃん。はい、そしてさっき泡立てた生クリーム、イエイ、ケーキに欠かせない生クリーム、うん、そしてこちら、これ飾り、はい、見覚えのある飾りたちです。はい、そして今回はお花の飾りがねあったんですけども、ちょっとお水を見てたら可愛いのがあったんで、こちら、これ辻浦というお菓子を見つけまして、こちらをお花の代わりに飾っていきたいと思います。なんかお花っぽいね、形したなんか占いフォーチュンクッキーみたいなね、そういう感じらしいです。私たちも食べたことがないんですけど、ちょっと置いてみましょう。はい、はい、かわいい。そしてそしてデデン、あ、かわいい。今回はハッピーバースデーではないので、うん、クリスマス、まあ、バースって書いてあるけどね。はい、はい、まあクリスマス1年で星のキャンドル飾っていきたいと思います。はい、あとはあとはあのクリーム青い色で、今回は初めて、私料理で使うの初めて、うんうんうん、使ったことある、なんかお団子作った時にあるわ。なるほど、今回はじゃあ青やっていきますよ、うん、はい、では早速やっていきます。はい、まずはシュポンジ、スポンジ、今回ねこのスポンジがね、裏に書いてあるんですけど、これすでにね切れてるんですね。なんで私が作った消し積みチーズケーキの方はですね、真ん中にフルーツ入れてないんですけど、せっかく切ってあるしね、中にそのクリームとあとフルーツも挟んでみようかなと思っております。はい、お、おいしそう、めちゃめちゃ食べたい、それ、はい、ガチスポンジいいね。はい、はい、これをまずテープを剥がしましょう。側面を剥がせということでした。はい、上先ちょっと取りますよ。はい、こんな感じ。お、すごいしっとりしてるわ。美味しそう。じゃあクリーム、生クリーム、最初中はね、中青いと怖いからね、うん、中は白いの塗ろうかと思います。はい、じゃあ塗らせていただきます。はい、よろしくお願いします。行ってきます。いけー、いえー、美味しそう。生クリームは好き、ルイターは好きよ。甘い、まあ、めちゃくちゃ甘いのも好き。うん、いっぱいは食べられないけど、あ、なんかショートケーキは定番じゃない、うん、ショートケーキはあったら好んで食べる方、なんかこう、あ、選ぶってこと。そう、例えばチョコケーキとそのショートケーキとあとフルーツタルトとか、うわー、なんかこう選ぶとするじゃん。ショートケーキを率先して食べる方、なんかね、私の中でショートケーキ選ぶ人って大人なイメージ。あ、そうなの。なんか最終的にショートケーキに行き着きましたみたいな感じがあるんだよね。私はどうしてもやっぱちょっとムースとかタルトとか、いや普段なんか自分じゃ選ばんようなちょっと変わったやつとかを選びがちね。じゃまだまだまだってことね。まだまだよ、ここちゃまよ。あなたはまだまだということですね。そう、はい、はい、じゃあクリーム入れましたので、中にこのミックスベリーを入れようかと思います、うん、入れていきましょう。手でいいですか。どうぞ、お願いします。手が赤くなっちゃうかもよ。みっちゃんは何選んでる。私チーズケーキですね。いや、わかる、そうなんだ。あればね、やっぱり美味しいチーズケーキは確かにチーズケーキだもんな、その元のケーキ。そうですよ、私チーズケーキが一番やっぱり好きかな。ベイクとレアがあるじゃん。うん、ある、うん、ある、それはあるんだけどどっちかなってことでしょ。そう、
あのね、私のチーズケーキ好き遍歴は、うん、その小学校ぐらいは絶対にレアが好きだった。白いのがいいなって思ってた、うんうん、だけどちょっと中学生ぐらいになってからベイクドの方がやっぱ食べ応えがある。レアってふわふわじゃん、うんうん、食べ応えないなっていう感覚があって、だから私はベイクド食べてたけど、最近はね、なんだろうね、年かしらね、ベイクド重たくなってきた。あちょっと濃さを感じてるから、あのなんかこう軽く食べれるレアを選ぶことが最近は多いかなって。な、ね、うん、でも美味しい、ベイクドも美味しいよ、うん、ギュッとしてるのね。そうそうそう、これで挟むんだけど、このクリームはこっちに塗るの、こっちに塗るの、こっちから、この上から塗るの。すごい、やってポッポッってやるんじゃん。おー、タプタプにじゃあしてください。私は手を洗います。はい、すごい、ほら真っ赤になった。おー、怪我した急に怪我したすごい、私こうやってさケーキ作ったこと本当にないっていうか、ないわ。そうなの？うん、クリームをさ今からこう周りとかに塗るじゃん、うん、そういうのもしたことないし、このこう挟むとかもないし、私なんなら今はいいけど、全然今食べれるけど、そのフルーツがそもそもサンドされてるケーキも昔嫌いで、あのショートケーキも嫌だし、なんか全体的に食べられなかったんで、すごいわ、これは嬉しいわ、初めて作るから。よし、はい、じゃあ挟みましょう。お願いします。はい、じゃあ、挟みます。イエーイ、おお、すごい、めちゃくちゃ肉厚だわ肉厚って表現良くなくない？はい、では次はクリームを青色にしていくぞ。使います。初めて開ける。そうだね、うん、青色というか、まあ、水色だね、空色だね。あんま入れん方がいいよね。そうだね、ちっちゃちっちゃい、これついてる。これ余ったらみんなどうする？着色料、みんな何に使うのがいいかコメント欄に書いてください。どうするんだろうね。みんなどうしてるんだろう。これ見えるかな？粉粉？粉粉。結構なんかグレーっぽい、緑っぽい。じゃあみさきちゃん、ちょっとずつ。ちょっとね。頼むからちょっとずつ。多いかな？いいぞ。この入れてみてくれ。半分入れますよ。怖いね。ちょ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 。はい。スプーンの半分の半分ぐらい入れた。4分の1ぐらいかな。混ぜましょう。おお、きれいきれいきれい。いいじゃん。いいじゃん、きれいじゃない？いいいい。もう見た感じこちらは大丈夫でございます。はい、皆さんどうでしょうか。水色になりました。私カラーに染まりましたね、クリームが。あー、光る色よ、素敵です。じゃあそれを塗っていきましょう。はい、未経験のミッタンにやってもらおうかな。うん、これを塗ることを何か名前ってあるんですか。なんかあるんじゃないですか。でもテンパリングみたいな、うん、チョコにツヤ出すみたいな。そうそうそう。まずはまずは上を、うん、はい、塗ります。ゆー、クッキングシミュレーターで見た。すごいわ。私は後ろで嬉しくて待ってます。シェフの人とかさ、うん、こういうそうそうそう、これやりたい。じゃあ、もう持って、もう持って持って持ってやるわ。すごい効率いいもんこれ確かに。どうしてパティシエの人がそれやるか分かったわ、今の一瞬で効率がいいはい、パティシエさんの気持ちにちょっとなりました。この色は映えだね、さすがに。なかなかないよね、売ってないよね、うん、普通のケーキ屋さんにはちょっと売ってないかも、うん、どうですか。いいんじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと横塗ってみて、あれだったらもうちょっと上も足しましょう、うん、はい。みたはなんかクリスマスの思い出ありますか。前回も去年もクリスマスの思い出お話ししたけど。思い出か。プレゼントを昔もらってるじゃん、うん、ちっちゃい頃サンタさんから、うん、うち小学校 4,5 年生ぐらいの時に、うん、うちのお母さんと私の間でなんか一個流行ったことがあって、うん、誕生日の時とかなんだけど、うちに帰ってきた時とかプレゼントを渡すまでに部屋の中にいっぱい隠してあって、いろんなものが、
って、おしゃれ。それを追っかけていくと最終的にプレゼントやりつけるみたいな、うん、ゲームが私たちの中で流行したんですよ。すごい。お母さんと。でそれがクリスマスにも一回あって、うん、まあ、朝起きたらなんか枕になんか手紙みたいなメッセージみたいなメモが置いてあって、うんうん、でなんかそれを、まあ、順番に見るんですよ、うん、で最初見たらどこどこのクローゼットの中を開けてみろみたいな、うん、で次そのクローゼットの中開けたら洗濯機の中を見ろみたいな、うん、でお風呂場を見ろみたいなのをずっと繰り返していくと最後になんかお母さんのクローゼットの中にメリークリスマスみたいな感じでたまごっち入ってた。そうそうそう、あれあれ、あの水色のたまごっち、あれをねクリスマスにそんな感じでもらったことがありますよ。そんなゲームとかアニメみたいなこと実際にあるんだね。すごいね。あるね。あれはねお母さんどっかで見たんだろうねきっとね。やってあげようと席喜ぶかなってきっと思ってくれたんだと思うんですけど、すごい楽しかったです。それいい思い出です ね。でもすごい楽しい。これちょっとやってみる。やってみて、やってみて。どこやってる、やってるって。ネコボコのとこちょっとツルツルにしてみて。でね、なんか掘り出しちゃうとずっとやっちゃうよね。うん、ちょっとここにいようかな。あえて、うん、じゃ手作り感。あ、なんか本当にクッキングシミュレーターのやつ素敵みたいになりました。はい、じゃあこれでこんな感じで表面をちょっとデコボコさせてみました、はい、素敵ですね。じゃあ次は飾り付けに早速参ります。じゃあこの前の配信の写真を見ながらねデコレーションしていきます。はい、似てるわ。似てるわ。あ、大失敗。大失敗。ここで大失敗です。私たちが前作ったケーキは六角形であった。そうだ、どうする。そこ。本当はあの時に切るつもりでいた。しっけ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 。そしたらこう六個から始めればいいってことよ。そうだ。一回ちょっと犯して六を。一。頭いいね。でしょ。2、3、4、まあ、ここに角があると仮定しまして、ちょっとやってみます。クリーム絞るのもあんましやったことないね、はい、こうで、うん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 、え、すっごえ、綺麗じゃない。私うまいかもしれない。うまいうまい。へー、なんかこんなクリームって綺麗に出るんですね。なんか今日前に今日ずっとパティシエの気持ちになってる。パティシエって多分楽しいと思います。すごいわ。初めてがあるね。うん、このここにこうよねきっとね、うんうんうん、こうですね。いいね。ああ、うん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 、いいいい。そしたら、そしたら飾り刺していきましょう。はい、あともうこれで終わっちゃうよ。早いわ早いわ。まず最初に刺したのはろうそく。 HBD のろうそくを刺しましたので、今回はお星様でございますけども、はい、あ、青、はい、3色あります。かわいいね。で、お、 HBD の上のこの辺ですね。この辺にまあ、うん、お任せ配置で刺していこうかと思います。うんうん、かわいいわー。ちょっといい感じです。うん、うん、かわいい。続いてお花。うん、真ん中にね、私お花青いやつ乗せたんですけど、今回はさっき言ってた不思議な、なんだこれ。すごい。あ、こういうの。なんかね、クッキーかと思ってた私。柔らかい。砂糖菓子みたいな感じだね。ちょっとね、柔らかいですよこれ。砂糖と餅粉。あ、餅だ、うん、ちょっとね、もちもち。何色がいい？みたいなんでよ。じゃあね、何色がいい？緑。緑にしましょうか。どっちを。どっちを。クリスマスカラーのせたる。お、2つのせる。うん、
じゃあ贅沢クリスマスということですので2色この人と、はい、この人 You 真ん中に You are pop かわいい蜜のせちゃう蜜のせちゃう乗るかな3つになりました。かわいい、わーおー、かわいい。ちょっとこれ食べてみない。うん、でも食べます。ちょっとお試しで食べてみます。気になる、すごい。どれがいい？え、私黄色。私これにする。こうやってね、開けるん。ここ中にここおみくじがね、うん、いただきます。うん、おいしい。あ、餅だ。うん、おいしい。これ、おみくじちっちゃいんだけどね。今開けてみますよ、これ。甘い、おいしいわ。おいしいね。うん。これ、占いなの？お、なになに？笑いの家に福が来る。いいですね。素晴らしい。名言だ。私、いいよ。見して。男は度胸、女は愛嬌。素晴らしい。素晴らしい。その通りでございます。ございます人生の格言でございましたね。はい、いいね。めっちゃ良かった。残りも楽しみだね。ここに何が載ってるのか楽しみです。ちょっと待って、待ってよ。はい。そしてお次はフルーツですね。フルーツー。はーい。まず私は確かこのあたりにね、レモンを乗っけたんですよ。なんとこういう丸いやつね。そう、チーズケーキだったからね。そう。だけど今回その丸いのはね、ちょっと入手できませんでしたので、ということでカットレモン何分の1なんだろう、4分の 1? 分の 1, 分ぐらい、はい、これを乗せます。普通のケーキだったらありえないでしょうね。うん、こうかな、こうこうこう、ストンって乗せないと、こういいわ、愛嬌よ。そして、はい、ラズベリーよね。そう、ラズベリー、なんかいろいろベリーが入ってるやつだったけど、とりあえずラズベリーね、2個、はい、2個ラズベリーも、なんかね、前の方、ここいい、うん、いいよ、うんうん、もう1個、え、こんな感じ、はい、怖い、あ、怖いはい、こんな感じでよかなのではないでしょうか。はいはい、ということでクリスマスケーキ完成しました。イエーイ。では実際に食べていきましょう。イエーイ。ちょっともったいないね。このまま行く？このまま行くよ。じゃあいただきまーす。いただきまーす。すごい、もう容赦なくいただきます。中がね、同様に黒いということでございますけど、では食べてみましょう。はい、いただきます。いただきます。うん、おいしい。チョコのスポンジめっちゃうまくない？おいしい。さすが、さすがです。さすがです。このね、私たちが上に塗ったクリームがさ、うん、市販のよりも私たちはさ、うん、上手ではないからね、うん、たっぷり塗ってるじゃない、うんうん、口の中にもわクリームもわってなった今。でもすごい美味しい。軽いわ、なんか食感が。ちょっと甘さ控えめにしたんだよね。うん、そう。あ、美味しい。めっちゃ食べれるこれ。口の中いっぱい。うま。大成功でございました。クッキングシミュレーターのあの伝説の配信の、はい、今回チーズケーキではありませんでしたが、うん、空色ケーキを作ることができました。わーい、楽しかった。楽しかった。おいしいね。おいしい。最高のクリスマスになりましたね。はい、ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマスおいしいものありがとうございます。メリークリスマス。企画でありがとうございます。メリークリスマス。来年もよろしくお願いします。はい、メリークリスマス。はいみんなもこの動画を見てね、ぜひ今年のクリスマスは手作りのケーキを作ってみてはいかがでしょうか。はい、すぐ作れるからね。うん、デコレーションだけでも。そうです。ぜひぜひ皆さんやってみてください。やってみてください。それでは皆様、本日もお疲れ。バイバーイ。
ーイ。メリークリスマス。メリークリスマス。